1、日曜劇場ドラゴン桜の名シーンをまとめてお届けします。オリンピック選手になるよりも東大に入る方がはるかに簡単だ。やるからね。初回から2週連続ツイッターのトレンド世界1位、日曜劇場ドラゴン桜。阿部寛さん演じる元暴走族の弁護士桜木健二が落ちこぼれの生徒たちを東大合格に導く物語です。私を東大に合格させて。私の人生。平手友梨奈さんやキング&プリンス高橋海人さん演じる生徒たちにスポットが当てられた第2話。 SNS で盛り上がったシーンを振り返ります。私はどうします。まずは平手さん演じるバドミントン部のエース楓が試合で見せたこのシーン。この華麗な股抜きショットに多くの反響が。平手さんは今回元オリンピック選手の指導のもと2ヶ月間もの猛特訓を積んだそうです。さらにこんな声も。お願い。目力半端ない。そして目力といえば阿部さんもすごい。さらにさらに阿部さんと同じくらい目力すごい。そんな高橋さんといえば表情だけのこんな演技にも注目が。この悪そうな表情にファンはブラックカイちゃん良き、無理かっこいいと悶絶。一方肝心の東大を目指す特別クラス東大専科では。今はできなくて当然。私無理です。やっぱり東大受けるのやめます。早瀬さんごめんなさい。集まった2人の生徒が早くも離脱。2話が終わっても勉強しない展開に。受験生の子を待つ親かのような心配をする声が殺到。しかし皆さんご安心を。次回はついに。なぜこの問題こう書いてあるのか。あらゆる角度から本質を捉えるんだ。東大専科の授業がいよいよスタート。お見逃しなく。